皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は銀エイデンの43話でございます。前回のエピソードではユリアンさんがフェザンについて、帝国の侵略ではないんだけど侵略的なフェザン通路を使うような話をちょっとお偉いさんたちの耳に入れていたので、今度は何が起こるのか見ていきましょう。 Let's go。バランバンバン、ワン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 。水はうまいのじゃ。要するに、時はともあれ、人はともあれ、人間の営み、そのご活動、何ら変わりもござらんということです。The space war never changes. War never changes. そんな話ありましたよね。メタルギアソリッドが言ったんちゃうかな。どう？ちょっとヒゲ伸びてんじゃない？ちょっとヒゲに関するコメントもぜひ教えてください。War never changes のスピーチはなんだっけ？ああ、フォールアウトか。もういろんなゲームでは言われて、あ、なるほどね。フォールアウトのいろんなゲームには出てるわけなんですね。OK。フォールアウトって面白いゲームだよ。パラ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 パパパパパン。お、帝国の野郎どうも。これはあれじゃないですか。ロイエンタールの、イゼルローンの進撃ですよね。ヤンさん、見事なものだ。たとえ陽動作戦でも手抜きはしないということか。どう対応なさいます？迂闊に動けないな。敵はこちらが動くのを待っている。お緩みもしませんが。するわけがない。だが派手にやるのも今回の任務のうちだ。せいぜい目を楽しませてもらうとしようか。俺は結構ロイエンタルのファンなので、彼のご活躍を楽しみにしてます。行為するのか？何？え、ここ揺れるほどの何かの威力あるの？そのまま待機。しかし敵に先手を取られた。もう少し状況を観察したいんだ。閣下、帝国軍の一部は主砲の射程ギリギリに移動しながら展開しています。敵の意図が反包囲態勢を取ることにあるのは明白です。OK。このまま放置すれば思わぬ方向から死角をつかりかねません。大丈夫でしょう。フィッシャー少将。はい。お、フィッシャーさん。私はここから動けない。二人で協力して敵の行動を阻止してくれ。了解。本当に何か大きな戦略ゲームでも見えるよね。こういう。トップにいると、まあ殺されるからゲームではないんですけど、本当にね、なんか敵陣の動きを見て私もどこにいないといけないのかみたいな。最近チェスにドハマりしてて、チェスはなんで戦争を勉強するためには使われて、おお、何どうしたんや。罪ではないでしょう。わお、進撃したか。敵の狙いはこれか。これがトルハンマーを使えないまま敵の接近を許さめ。わあ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 。やってくれるじゃないか。ヤンさん。そこに帰ってつけ込む隙ができないかな。なるほどね。クイーンにチェックを入れるとか。来た。ナイトのシェインコップが。思わぬ方向から。そうなればこちらも第二次
キングにチェックを入れるのか。それはそれで頂上極まりない。敵は魔術師と称される男だ。何か仕掛けてくる。こっちとしても結構両サイドにもダメージは起こってる。帝国では2隻が壊されてることは見えるんだけど、おそらくね、こっち側も死んでるでしょう。同盟軍、一方的な戦争なんてないから。あるか。今回はそうじゃない。戦艦オクシアナ撃沈、戦艦リュブリアナ通信途絶、なんとか持ちこたえさせろ。要塞からの増援が出ます。来たか。しかし消耗戦になるのはいいのかな。敵の増援が出ました。よし、こちらも連年艦部艦隊を投入。おのぞ、お、おっと、関係を確認しろ。これは、なんだい。これはおとりですか。本当に自分が出てんのか、それともシェインコップが乗ってるのか。多分シェイクアップ乗ってると思うんだけど。なるほどね。あ、もしかしてそれを犠牲にするのか。こっちでバーッとして、向こうから直撃してきたか。おお、陽動作戦ですか。非常迎撃態勢を取れ。核兵戦だ。やられた。こんな策に引っかかると。各艦、将官が迎撃の指揮を取ります。万が一に備え、各艦も装甲服をお召しください。だね、いるわ。来たよ、ローゼンミッターのやつらでしょう。ローゼンミッターだっけ。ローゼンミッターそんな顔見せんなよ。顔見せなくても平気できる。平気？目的は敵の司令官だ。オッケー。環境を目指せ。ロイエンタール目指せ。こうしたようですが、うん。ロイエンタールは超一流の商船だ。その足元を救うには、むしろこんな二流のトリックの方が有効なもの。なるほどね。敵の司令官を捕らえるか倒すかできれば万々歳ですが、まあそこまでは無理でも味方の艦隊を撤退させる契機にはなりますな。え、殺すの？あ、そっか、これ向こう側ね。こっちとしてはロイエンタルを捕らえようとしてるからね。お、そうかそうか、向こうはレーザー兵器を使ってる。そういうなんか爆弾とかないの？向こうがレーザー使えへんような。じゃあ普通死ぬやん、そんなに。え？いんのか？大丈夫？危ない。頑張ってるな。いけた。おー、危ない。ああ、いけた。オッケー。でもロイエンタルは絶対に近距離戦でも強いでしょ。前にはそういえば戦ってるシーンはありましたよね。あお、やっぱり一撃でも殺されるんだ、こういう鎧をつけてても。ロイエンタール帝都。そうだ、同盟の領権か。私はワルターフォンシェイコップ。死ぬまでの短い間覚えといてもらおう。え、殺し合いなの？嘘、ロイエンタール殺したらあかんよ。俺の友達だ。でもシェインカップも死んでほしくない。わお、嫌なことになりましたね。無事に捕らえなさい。あ、ナイフ。お、強い。よし、これで接近戦になった。でもロイエンタルもね、
捕まれるもんかみたいな感じでしょうね。何、押されてるか。あ、ロイエンタル逃げてる。あかんって、逃がしたら。やばいな。結局は任務不発で。リッターだったな。そうらしくあります。全艦戦闘を中止して交代させろ。俺としたことがこう焦って敵のペースに乗せられてしまった。機関に陸戦部隊の侵入を許すとは、まあ、それやばいよね、ほんまに。申し訳ありません。そこで自分がやられてしまったらもう本当もこうもねえじゃん。ちょっと俺顔赤くない？ちょっと待って、多分今設定がおかしい。なんだい？うん、大丈夫。どうぞ。どうだ？敵が撤退するのに乗じて逆に追撃できそうだ。ダメですね、こいつは。さすがに突っ込む隙がない。そうか。うん、仕方ないな。深追いしないで一旦戻ってきて。了解。オッケー、アッテンボロ帰ってくる。支援国少将が帰還されました。うん、いい仕事したな。しかし、今一歩というところでしたが、対応はしました。機関への侵入を果たしたことで、まあ、零点ではないでしょう。もっとも先方でもそう思っているかもしれません。なかなかいい腕をしていまして、私の攻撃も再三かわされました。うん、ロイエンタル強いね。そこなったということかな。でもまあ、いい仕事ですよね、本当。相手の撤退を回せたからな。あのまましつこく攻撃を続けてくれればよかったのだ。さすがに帝国の総壁と言われる男は違う。いくらでも優秀な敵というのはいるものだな。よかったね。優秀な敵は嬉しいよね。まともに艦隊対艦隊で対局したら、その総壁の片割れに勝てますか。片割れって初めて日本語聞いた。傭兵の柔軟さではロイエンタールに劣っていたから、それでもかろうじて勝てたのだし、運次第でどう転ぶか。期待外れのこと言わんでください。私はいつかも言いましたが、あなたはローエングラム公ラインハルトにだって勝てると思っているんですから。その部下ごときに勝てなくてどうします。部下ごときって言うんだけど、ロイエンタール結構うまいで。それだけで勝てるわけじゃないからね。うん、それにしても張り切り敵は動きませんな。要塞砲の射程内には絶対入ってきません。うん、頭いいよね。接近と交代を繰り返すことによってこちらの疲労を誘うのが、まあ向こうは時間戦だからな。戦闘員たちの不安感と精神的な消耗は拡大するばかりと。あ、猫。やれやれ、あの時目的を果たして。猫たちはね、キーボードを枕のように使おうとしてるんだよ、寝るために。そうだな、そうさせてもらおうか。こんなつまらん戦いは初めてだ。怒ってるか。お前らは出てないもんな。敵は接近してこないし、奴らが攻撃してくると俺たちの出番がない。要塞の攻撃を挟んでの戦いだ。安全でいいじゃないか。俺の性には合わないんだよ。お前さんの趣味を置いとくとしても、どうも敵のやり方が消せないな。本気でこの要塞落とす気があるんだ。時間勝負だよ、向こうは。そうかな。陽動作戦のようだ。真面目に戦争をやるようなやつより遊びでやるようなやつの方が俺は好きだわね。だからお前さんの思考の問題じゃなくて、帝国軍の思惑が気にならんかと言ってるんだ。それはよくわかるがな。お前さんが気にしているくらいのことをうちの司令官がとっくに考えているだろう。それは間違いないよ。人としては冷静だが、戦略家としては右に出るのがいない。あの点はお前さんと反対に。言えたな。量をこなしているだけだから。博愛主義ってやつは
恋人にとっては減点の対象になるってね。そんなもんかね。美味しそうなホットドッグ食ってるな。お前さんと話していて改めて思ったんだが、何ですか？言葉のキャッチボールをしている方が状況や考えが整理されてくることが多い。じゃあ嬉しいじゃん。相手が重要だってことさ。お前はそのうち、あ、実にいい相手だった。お前じゃなくてユリアンが良かったって。互いに感化されるからな。で、お前さんさえそう思うくらいだから、ヤン提督にとってはユリアンの不在は一層大きいってことか。わお。そういうわけか。考えてる以上に、あの坊やの存在価値はでかかったんじゃない。もしかしたらそうかもしれないよね。おお。ユリアンがいない。お前らマジ変よ。可愛いけど。マママン。ちょっと地球語も喋れるし。らしいねんな。じゃあどうするのか、あなた。壮大なカモフラージュの出汁に使われていて、それは分かっているな。だがそれが何だって。お前には何ができるのか、ヤンさん。クーデターの時もそうだ。ローエングランコーの戦略構想は読めている。でも分かっているだけで何もできない。もう猫にいいんくなった。もう寝てるよ猫。やっぱりリュリアンがいないとね、猫と喋んないといけないんだ。ユリアン欲しいな。思うわ。ねえちゃい。ちゃいはちゃんと話聞いてくれる。あれ？どう思うかちゃい。逆にタイ、こっちに来て。話があるから。ユリアン代わりに。タイと話したらいいわ。彼女はあなたのこと惚れてるし、多分、maybe。惚れてもいいほどだからな。ねえ、イアンさんすごいか。え、どうした？なぜ？え、いいのか？あの500席？こいつら捨て駒？結構多く死ぬよね。でも500だけ？トールハンマーってどれぐらいのコストってあるんでしょうか？わお、かなり潰すね。でもお互い壊し合ってるのか。何でも何でも来てるな。だろうな。しかしなんで？その理由は探れへんと。あ、でも資格は分かってるはずだよね。向こうが作ってるからな、イゼラロン要塞。ふむふむふむのふむ。やっぱ壊されてんな。こっちも落ちてきてる。おお、それも大きな損傷。このままでは外壁に取り付かれた。だよね。敵の攻撃ポイントの周囲の砲台を無人化して流体金属層の中、いろんな攻撃したりするよね。面白い。それでは自爆してしまいます。うん、それで流体金属を押し戻す。あ、なるほど。やれやれ、コストがコストやばそう。
本当に面白いね。俺全然このこのディフェンスの流体筋よう分かってないんだけど、本当に面白いシステムだね。砲台がやられてんのか。今使えない、トールサーマーしか使えない。70% でも十分やろ。射程外だ。第6陣の集結予定中域です。第6陣一時退却。撃ってきた、剣戦。ここまでの敵味方の損害は、敵の砲台を200箇所ほど叩きましたが、こちらも200隻近くが破壊されました。この辺りでいいか。一隻でもものすごい多くの人間死んでるよね。素晴らしい牽制やん。大芝居の始まりだ。やば、大芝居か。と思うやんか。もうフェザーの情報デルタラメだからな。なんと帝国周辺中域において待機状態になった。ウォルフガング・ミッターマイヤー上級大将、カール・ロベルト・シュタインメッツ大将、アウグスト・ザメル・ワーレン大将、ナイト・ハルト・ミラー大将に出動命令が下ったということです。なんと、意味はわかるよね、どういうことかと。かっこいいな、ローイングライム。これで出陣が始まった。お芝居ですな、素晴らしい。はい、ですね。ギャラルホルンのなり？良いじゃないか、良いじゃないか。君を語ってみないか。生まれたばかりの星たちと、おずおずとしたかきやきらめきの君は熱い思いを感じるはずだ。新しい 赤ちゃんの星たちと喋るときですね。君を渡ってみないか。惜しく流れる星雨をその懐に抱かれた時に、君は深い命を感じるはずだ。パパパ、心をすませ、君がませ、君を旅立ちの上曲聞いてみよう。キティフィルム、皆さんのご視聴をありがとう。どこからも
君は楽しく見てくれたらいいな。おおきに。バイバイ。